観衆5万2000人と発表された甲子園阪神巨人5回戦、5回終了3対2、タイガースが1点勝ち越しました。解説は ABC 稲尾和久さん、真弓明信さんでお送りしています。この打順の流れで言いますと、真弓さん、はい、ジャイアンツもこの2番清水から先ほどは点につながりました。そうですね、この回注意したいですね、はい、タイガースの得点パターンはいずれも7番星野からの攻撃、一方ジャイアンツ4回の反撃はこの清水のヒットに始まりました。第2打席のセンター前ヒット、ヤブのここまでなんですが5回で4安打、投球数が70球を少し切っています。フォアボール、デッドボールが1個ずつ、どうでしょうか、この後後半戦に入ってもう一度本来の調子を取り戻すのか、うん、あるいはやっぱり今日のヤブに関しては継投策が必要なのか。いや、投球そのものはね、僕は悪くないと思うんですよね、だからあの4回の2点というのはちょっと心の隙にスッとつけられたという、うん、その2点だと思うんですよね、はい、だけど調子としては僕は今日のヤブもそんなに悪い内容じゃないですから、軽々とセンター右へ長打になるか、しかし新庄は長打を許しません。簡単にワンバウンドで掴んでシングルヒット、松井高橋の前にランナーを置きますジャイアンツ。今日に関して言いますと左の清水、あるいはこの高橋にもヒットを許しているヤブなんですが、今年のヤブですがね、真弓さん、はい、この打席に入った打者、これまで通りのタイミングが取れているのか、ちょっと去年までとは違うのか、どうなんでしょうか。そうですね、去年まではね、ストレートとスライダーっていうイメージのピッチャーだったと思うんですよね、バッターから見たらまっすぐかスライダーにタイミング合わせておけばいいっていう、はい、ところが今年のヤブはね、そのまっすぐもスライダーもね、割り替え投げてないんですね、はい、やっぱりスライダーに似たようなボールなんですけど落ちる球、縦の変化って非常に多くなってますよ ね、だからそちらのボールにタイミングを合わせてきて、うん、やっとこう実りつつあるんじゃないかなと思いますね、で今日のヤブなんですけどね、非常に外野フライが多いんですよ。多いですね、だからいつもの投球よりもちょっと球が浮いてるかなっていう感じはしますね。それとキャンプオープン戦を通じてこの99年のシーズンに対しては、稲尾さん、カーブの使い方、ここを大切に考えていきたいというね、そんな目標がありましたけどね、だからその辺のそういう球を覚えて、そういう球を混ぜていきたいというのは、すごい打球のスピードでした。清水が三塁に向かっています。ノーアウトランナー一塁三塁、松井ならではの打球の迫力でした。すごい打球のスピードでした。高橋由伸、新4番高橋の前に2人の走者を置きました。まあ、今のはもうストライク取り行った球ですよね、先に追い込んでという思いなんですけども、はい、そういうね、縦の変化というか縦の使い方を入れようという使おうとする、まあ今年のヤブだったと思うんですね、はい、そのために上から来る縦のカーブを織り交ぜてという、まあ、そういうことからいくとちょっと今までこの前の試合まで非常にそれ成功してたわけですよね、はい、今去年までのヤブの攻め方と配球と違うわけですよ、今日はねちょっとね4回ぐらいが確かにね、先ほど言いましたようにちょっと心の隙に突き込まれたかなという思いなんですけども、ちょっと球が浮いてきましたよね少しね。そして4番の高橋、長い歴史と伝統を誇ります読売巨人軍66代目の4番打者です。まあ、去年はヤブに11打数ノーヒットと封じ込まれた高橋由伸ですが、しかし開幕戦の3打数2安打を含めまして今年は対ヤブ5打数3安打、ノーアウト1塁3塁。この場面を1点リードのまま6回裏を迎えるのは、皆さん常識的に考えて至難の技ですね、うん、そうですね、これをどういう配球で、はい、まあ最悪でも同点で抑えられるか、うん、はい、そして今見ていただきましたがチャンスにはめっぽう強いジャイアンツの4番高橋、ちょうど第2打席のが出た後放送に入りました。真弓さんにも指摘していただきました、打順が変わっても高橋らしさは生きてると。そうですね、
やはりジャイアンツも4番っていうのはねかなりのね重圧があると思うんですけどね、はい、2ストライク1ボール。今日は清原が5番に下がり、牽制球アウトのボーンヘッドもあって長嶋監督は清原を下げました。この後5番には石井が入っています。この高橋に対してはですね、第1打席はスライダーでちょっと詰まり気味のセンターフライ、はい、第2打席は同じスライダーを今度はライト前ヒット、スライダーでアウト取りスライダーで打たれてるんですよね。なるほど。カウントは一応追い込みました。まずセカンドで三塁ランナーゴー、一塁セーフ、同点。今の内野手の判断、ヤブ自身はもうあの今あのセカンドベース上に送りますとダブルプレー取りに行ったケースはもう三塁ランナーのホームインは仕方がありませんけれども、ね、この辺どうなんでしょうか。同点です。本来の、あの打球に対する守りとすればですね、一応ピッチャーパンと取って取った、はい、それでサードランナー見て見る起塁させてそれからセカンド、その辺見ましょう。高橋のピッチャーからヤブ掴む、見ませんでしたね、もう全くダブルプレー、はい、星野も走者を見るという余裕が欲しかったですね。前見さんね、はい、今あの、まあ、ややヤブが回転するようにして補給しましたから、それであのサードランナーを一旦見たらもうそれこそダブルプレーは無理だと思うんですけれども、はい、セカンドベース上ショートが入って一矢取りましたよね、はい、その後三塁ランナーのスタートを見てさあゲッツー取れるか、チェンジにはなったんですが、前見さん引き続き伺いたいんですけども、はい、星野が一転して一塁スローを無理ならバックホームだとどうだったですか。バックホームだとねアウトになります、タイミング的には。ということは本来内野手はそういう動きも高いレベルで必要なんでしょうか。いや、このケースではね、最初からダブルプレーに行っていいと思います。なるほどね。6回表終わりました、同点です。あなたを襲う悪夢、それは地球のどこかで現実に起きている悪夢です。ようこそ生と死が隣り合わせの世界へ、ようこそ野生のプレデターへ。ワーナーホームビデオとフランクリン・ミントが送る戦慄のビデオシリーズ、今なら第1巻百獣の王の威厳がわずか1950円、お支払いは商品到着後に。2巻目からは毎月1本ずつ3950円でお届けします。獲物を必要に追うチーター、毒を吐くヘビ、餌食を食いちぎるオオトカゲ、野生のプレデター、最初のビデオが今なら1950円。お申し込みはフリーダイヤル 0120-755-777 フランクリンミントまで、今すぐお電話を。甲子園球場の阪神巨人5回戦、6回表ジャイアンツが追いつきました、3対3の同点。今夜のゴールデンナイター、甲子園の阪神巨人5回戦、解説は稲尾勝久さん、前見明信さんです。